刈谷市立小垣江東小学校で子どもたちが出迎えたのは、せーの、ニコ、子牛のニコです。この小学校では命の大切さを学んでもらおうと、学区内にある清水牧場から子牛を1頭借りて子どもたちが世話をする活動を毎年行っています。ニコという名前をたくさん呼び、今日は子牛を迎える入学式が行われ、世話を担当する5年生の子どもたちが手作りのマントをプレゼントしてニコを歓迎しました。みんなを信じて育ててくれると思って貸し出します。しっかりニコのお世話をしてください。ニコは生後2ヶ月で体重およそ60キロのメスです。この活動が25年目ということと、ニコニコ過ごしてほしいという思いから子どもたちがニコと名付けました。およそ1ヶ月朝と授業後に学校にある牛小屋で餌やりや掃除などの世話をします。子どもたちは早速餌をあげたり撫でたりしてニコと触れ合っていました。ふわふわでした。家族みたいに大切に過ごしていきたいです。